どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ということで、沼地の町に来ております。今日はね、こちらの方のちょっと整備作業ですね、やって、ある程度、道の方ね、つなぎたいと思います。で、あとね、こちら側と同じようにちょっとしてみたいなというのがあるんで、要はシンメトリーですね、いつものね、やっていきたいと思います。ということで、早速始めてまいりましょう。はい、こちらマンション前に噴水ありますね。でこちら側が、拠点のある方ですね。私の家がある方でございます。こちら側もね、同じようにしてみました。ここね、デザインね、噴水同じように置いて、でこっちも同じように花植えてというふうな感じにやっております。であとここも向こうと同じように、同じほぼ同じ大きさ、ただこっち側ね、向こうに行く道作らないといけないので、若干ちょっと短くなりますけれども、池の方を作っていきたいなと思います。でここにね、ワンちゃん3匹ほどいたと思うんですけれども、ちょっと移動させました。こちら家の方にですね、犬小屋作りまして、ここにねそれぞれねいてもらうようにしてます。でこちら側も同じようにね、1匹ここにいます。3匹とりあえず確保して、あと1匹欲しいなというので、一応犬小屋だけ作って置いてあります。それじゃあもう早速ね、作業やっていきましょうか。道の方の接続ですね、一応位置を確定です。あーほら、これ厄介なことになってきたよ。水があるんですよね。ここら辺ってこういう水が生成されてるんでね、地下にね。でちょっと回収して、結構渓谷みたいな感じになってますよね。とんでもない状態です。どこまであるんでしょうね、これね。結構深いよ。ちょっと息が続かないから、これ以上ちょっと行くことできませんけれども、うん、あ、なんかこっちもこうつながってるね。違う、はい。だからあの海洋の心、ちょっといくつか手に入ったんで、コンジットちょっとセットしてやるのもいいのかもしれませんね。あれ、どこ、出口どこ、ちょっとまずい。一旦ちょっと呼吸するために開けます。やばいやばい、どっから入ったんだっけ。あっちか、違うところに出ちゃったんだね。こっちだね。危ない危ない。まあ、どっちにしてもここ穴開くか、ここは開かないか。大変だね。まあ、とりあえず閉じます。またいずれ。ここ、横を取れば、行けますからね。ここから入れるということですね。じゃあ、続いていきましょう。はい。ここで、道をこっちから向こうへね、つなげると。でこことここだね。ああほら、やっぱここに出ちゃうんだね。でこっちへつなげると、ほらここ池つくのにここまで来るんですけども、ちょっとここがね狭くなるって感じじゃないかなと思います。でうまくいくようにこっちへ道をつなぐと、この多分この幅だと思うんだけどね、一応こっちまで持ってきておきましょう。でつながったんで、階段ブロックをね、ああで次、シーランタン。じゃないな。グローストーンだよ。グローストーンを。ここが中心でしょ。
123でこうだ。で、123でこうだよね。で、ここもこっち側に入れとくと。何個間隔だ ?4 つか。1、2、3、5。で、あとはまたいつものように不規則になるようにブロックを設置しながらやっていきますよ。これとコケムシの混合ですね。混合ですね。はい、ということで幹の方ができました。じゃあ続きまして、木ですね、を植えていきたいと思います。あらかじめ高さ調整するためにもガラス置いてます。はい、緩衝地帯としてね、これ木を植えていきます。来ないな。え？あ、来た。なかなか育たないね。あ、夜か。骨粉が足りないね。骨どっかなかったっけ？取りに帰ればあるんですけども、ちょっと移動してる時間がもったいないので、心もとない。ちょっと置いとこうか。成長してくれたらそれでいいし、最後にちょっと時間、ちょっと間空けてからコップをやりましょう。ここね、掘っていきます。多分ね、ここも水出てくると思うんですよ、下ね。先にここ掘っちゃおうか。あー、うわ、何これ。こんなのありますか。足場で脱出します。やだね。注意しながら取っていきましょう。これでちょっとは雰囲気出てくれたらいいんですけどね。さっきこっちやるか。ここ多分水あると思うんだよね。あ、大丈夫か。ここは大丈夫。お、ほら、ここ来たよ。あ、ちょっと石取らないと。土に変えないといけないだよね、ここね。大丈夫。でもこの下が怖いな。ほい、じゃあ泥ブロックを。水ね、入れます。で、ずいっと。来ましたね。で、照明がここと、これ取っちゃっていいね。こことここか。で、こことここ。
で、照明代わりに適当な位置に置いておきます。で、あとは適当に本当にでいいかな。じゃあ残った作業はこの木ですね。残りはあと2本かな。いけるかな。大きくなーれ大きくなーれ。よし、いけるかなーれ。 OKOKOK、 いけたいけた。取っていきましょう。あぶね。失敗した。乗れんか。よし、いけた。OK。OK でーす。あ、ここ、タイマーすっともいいから。ここに光源あるから、もういらないよね。まあ、ちょっと暗い感じ、夜なんて暗い感じになるようだったら、またシーランタンと、苔のカーペットを入れます。あ、ここは置いといた方がいいな。ちょっとここは、うん、これはカーペット、シーランタンとカーペットを仕掛けた方がいいかもしれないですね。はい、ということで、できましたね。こっち側は、今見てるところはもうこれで完成ですね。で、あと残りはこちら側、空いてる部分ね。またちょっといろいろ考えなきゃいけない。まあ、ここは考えてるんですけれども。で、あとこっち、ちょっと浮いてる部分、隠すために土盛らないといけないですね。はい。あとここら辺もちょっとまた進めていきますか。はい。ということで、こちら見えてる範囲の敷地内、すべて完成させてみました。いい感じでバランス取れたんじゃないかなと思います。今さっき言いましたけれども、こちらちょっと残ってる部分あるんで、ここも完成させりゃとりあえずここは、うん、一段落というふうな感じになるかと思います。ちょっとまだのこっちが残ってますけどもね。はい、ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。